難しいかもしれない。そういうのない？俺何どういうの？そういうなんかこう不意にされてさドキッとしたみたいな。ああ俺ね最近っていうか結構最近なんだけど、うん、俺あれだったね、コンタクトをいきなりそのスタジオで外して、うん、眼鏡をかけ直している方がいて、もうそれがもううわってなった。もうそれはやばいですよ。すごかった。コンタクトだったんでちょっとドライアイだからメガネにする。あ、乾いたりするからね。そうそうそう。だからその場で外してメガネにしてて、その仕草がちょっとドキッとしたね。なんかあの時ってなんかすごく家っぽい感じがするよ、ね。うん、するする。それがなんかまたいいんだよ、ね。それがいいんだよね。そうそうそう。本当そんなこと言ってた俺ウィキペディアにそんなこと書かれましたから、ね。ダメだ書くんじゃない。誰だ書いてる。そういうのあるね。ね、そんなのもあるぐらい。あるんです。ああでもそういうのはドキッとするよな。ドキッとする木下。道場と被ること、僕そうですね、やっぱり僕もあんまり自分からは言わない感じなんで、やっぱり言われると、そうですね、いざとなったらっていうか、そういうなんかその、うんうん、自分の気持ちには気づいてるけど、うん、あんまりその自分からガツガツ行くタイプではないので、ああまさにさっき の, しし、告白されたりとかじゃないと動かないみたいな、はい、もしかしたら近いものあるかもしれないですけどね。まあこれは映画を見てね、そうですね、になるのか確かめてほしいですけど、ぜひぜひ見てほしいでございますけど、ね、もう一ついきますか。あと1つぐらいいきましょう。はい、はいはい、ラジオ